ません、こっちもお願いします。あ、全然飛ばして大丈夫です。はい、よっしゃ。あ、軽い、軽いです。クラッチ重いですね。臭いな僕のバイク。いい音です。え、これ右曲がるんですね。はい、はい、分かりました。あ、大丈夫です、こっちもいじります。全然 SN より乗りやすい、うん、全然振動がなくて気持ちいいですよ。 SN の方の荒い感じがして、なんだろう、スピードの乗り方が、あ、どっちが、そっちの方がスムーズですね。でこっちはちょっとパワーバウンドの感じがしてて僕は好きですね。ただこのシフターは慣れないです。
思うんですけど、今トラコンが入ってて多分できないんですね。
こう変わると水分が溜まりますね。あ、嘘です、嘘です。冗談です。あ、ちょっと見てました。Thank you.
電子専用が入ってる。いや全然ちょっとねワイヤー先っぽかった。いいんですよね、この振動が。結構乗りやすいんですよ。僕も最初に乗るときにこの乗りやすさつまんないなと思ってました。かっこよくて、それで買いました。
すごい見られるから、はいはい、こうですもんね。いや、まだ大丈夫です。はい、thank you.
ルノパー結構行きましたね。あーそうですが入ってるっぽいって聞くけど、なんか申し訳ない程度ですよね。そうそうそう。スリッパ入ってます。入ってない。入ってない。ああ。ブリーディングはちょっと逆になってて。ちょっとやりづらいです。一回間違えて上がってガツンって言って。ありましたね。びっくりしました。ほいって。でもなんかトルクやっぱあるので、はい、2速走んでも大丈夫ですよ。まあ僕も結構間違ってました。
の時になんか下に下げて普通に走っちゃったあれと思ったから。自分分かんない。ああ僕も分かんなくて意外とでかいんですね。毎回検索すると静かに乗ります。キロって左って書いてます。という時点でもう諦めてますね。はい、あ、じゃあ乗れない、乗れないですね。まあ乗るときはまた外して、なるほど。だから一回この納車したときに夢出てるんですよ。なんか女の子を乗せるみたいな夢が出てて、夢だから自分が めんどくせえなと思って、なんか夢の中でも後ろつけるのがめちゃくちゃやったって、まあ俺終わったなと思って。Thank you.
本当めっちゃいい音。まあ、そうですね。あと3気筒ですね。乗ったことないのは。